はいどうも皆さんプロスペです。長野県の諏訪湖周辺は一体的な市街地を形成していますが、なぜか一つの自治体にはまとまっておらず、諏訪市、岡谷市、下諏訪町の3つの市町に分かれています。というわけで今回は、この地域における合併構想の歴史に軽く触れた後、もし本当に合併したらどうなるかを考えていきます。まずは合併構想の歴史から見ていきます。諏訪湖周辺の3市町は、東側にある茅野市、富士見町、原村と合わせて、諏訪地域と呼ばれているのですが、この諏訪地域における合併構想の歴史はかなり古いです。約60年前には、諏訪市町村合併協議会という任意協議会が設置されています。この任意協議会というのは、法定協議会の前段階として設置されるもので、設置のために議会の議決を必要としません。合併の構想はあるが、具体的な合併の動きが盛り上がっているわけではない段階、というふうに考えればいいでしょう。諏訪市町村合併協議会は法定協議会になることはなく、約半年後に解散しました。しかし1991年から1992年にかけて、6市町村での合併を求める請願が各市町村で審議され、諏訪市、岡谷市、下諏訪町で採択され、茅野市、富士見町、原村では廃案されています。このことから、諏訪地域の中でも諏訪湖を囲む3市町は、昔から合併を望む声が大きかったことがわかりますね。諏訪地域というのは地形的に見て、諏訪湖を囲む地域と、八ヶ岳の山麓の地域に分かれています。地形的に一体感がないので、山麓側にある茅野市などの自治体が、湖側にある諏訪市などの自治体と一緒になりたくないのは当然かもしれません。ただし、原村や富士見町はともかく、茅野市は諏訪市への通勤率が 10% を超えており、つながりが薄いというわけではありません。平成の大合併の時代には、諏訪地域6市町村の合併に向けて、再び任意協議会が設置されました。しかし、住民アンケートの結果として、湖側の3市町は合併賛成が反対を上回ったものの、山麓側の富士見町と原村は、反対が賛成を上回りました。そのため富士見町と原村は協議会の離脱を表明し、湖側の3市町に茅野市を足した、4市町での合併が検討されますが、茅野市でもアンケートの結果反対が賛成を上回り、茅野市も協議会から離脱しました。その後は湖側3市町での合併が検討されるのですが、この合併もなぜか成功せず、協議会は解散しました。3市町すべてが昔から合併に積極的であったはずなのに、どうして合併できなかったんでしょうかね？合併に対する反対意見としては、3市町ではなく6市町村による広域合併を目指すべきという意見や、この枠組みだと合併後の氏名はおそらく諏訪市になるので、岡谷の名前が消えてしまうという意見などが考えられますが、それでもアンケートで賛成意見が多かったのは事実で、合併が実現しなかった理由はよくわかりません。ちなみにこれら3市町では2018年に、住民グループからの請求により、法定合併協議会設置に関する議案が発議されました。いずれも否決されましたが、平成の大合併が終わった後にもこういう動きが出てきているあたり、全国的に見ても諏訪湖周辺地域は合併を求める声が強いと言え、未だに一つにまとまっていないのが不思議でなりません。さて、そんな一つの市になっていない現状が不自然なくらいの諏訪湖周辺地域ですが、ここからは岡谷市、諏訪市、下諏訪町の3市町が、本当に合併したらどうなるのか考えていきたいと思います。まずは新市名がどうなるかを考えてみましょう。まあ普通に考えたら、合併後の市名は諏訪市になると思います。実際、破綻した平成の大合併期の計画でも、新市名は諏訪市となる予定でした。諏訪湖を囲って一体的な市街地を形成しているという点から考えると、諏訪湖市なんかもありかもしれませんが、諏訪市で合意は得られると思いますし、諏訪といえば諏訪湖と伝わるでしょうから、普通に諏訪市でいいでしょう。というわけでこの動画では新市名を諏訪市とし、既存の諏訪市との混同を避けるため、この新自治体について説明するときは基本的に新諏訪市という言い方をします。新諏訪市の基礎データを見てみると、人口が 115,674人、面積が 261.14 平方キロメートル、人口密度が443人となっています。現在長野県内で人口が10万人を超えているのは、長野市、松本市、上田市の3市のみとなっており、新諏訪市は長野県4つ目の人口10万人超え都市となります。長野県内の人口ランキングでは、新諏訪市は上田市に次いで4位となり、佐久市や飯田市を上回ります。これだけを聞くと、新諏訪市は上田市に次いで長野県第4の都市ということになりそうですが、他の指標も見てみると、新諏訪市はいくつもの指標で上田市を上回っています。まず、新諏訪市の人口密度は長野県第4位であり、人口10万人以上の市の中では、松本市や上田市を上回り、長野市に次ぐ2番目となっています。
そして、新諏訪市で特筆すべきことは、なんといってもその人口集中地区の規模です。人口集中地区というのは人口密度が4000人以上の地域のことであり、簡単に言ってしまえば市街地みたいなものです。最初の方で少し触れたように、諏訪湖の辺りは湖を囲って一体的に市街地が形成されています。そのため新諏訪市は、市全体の人口の規模の割に人口集中地区の規模が大きくなっており、新諏訪市と上田市の人口集中地区を並べると、新諏訪市の方が広くなっていることがわかります。というわけで新諏訪市は、地域全体の人口で負けている上田市を、人口集中地区の人口で上回っています。また、新諏訪市は都市圏という指標でも、上田市を上回ります。この都市圏というのは、行政区分を超えて都市を実体的に把握するための概念のことです。都市圏の設定方法はいくつかあるのですが、日本で一番有名な都市圏設定基準は、通勤率 10% を基準に設定される都市雇用圏です。というわけで都市雇用圏のルールに従って、2020年国勢調査のデータをもとに都市圏設定をしてみます。合併が行われていない現状では、茅野市が諏訪地域の都市圏の中心都市となり、この茅野都市圏の人口は、僅差で上田都市圏を下回っています。しかし諏訪湖周辺地域の合併を行うことで、諏訪地域の都市圏の中心都市は新諏訪市となり、この新諏訪都市圏には新たに辰野町が加わって、上田都市圏を人口で上回ることとなります。このように多くの指標で新諏訪市は上田市を上回っており、上田市を抜いて長野県第三の都市という地位を築くことも、夢ではないかもしれません。新諏訪市が誕生することによって、諏訪湖が一つの自治体のものになるということも、合併による大きい影響でしょう。諏訪湖は糸魚川静岡構造線という、東日本と西日本を分ける断層の中間地点あたりにあることから、日本のへそ、つまりは日本の真ん中であると言われることがあります。ですが、日本のへそを自称する場所は日本各地にいくつもあり、それらの町は全国へその町協議会を結成し、自治体でへその町をアピールしています。それに対して諏訪湖は3つの自治体に分割されているために、自治体によるへその町アピールは行われていません。そのため、諏訪湖の日本のへそとしての知名度は、あまり高くありません。しかし、諏訪湖周辺の自治体が合併することにより、諏訪湖が一つの自治体のものとなり、自治体を挙げて諏訪湖が日本のへそであるとアピールすることが可能となります。現在全国へその町協議会に参加している自治体においては、日本のへそとされる場所に何かがあるというわけではありません。例えば、西脇市は緯線と経線が交わっているから日本のへそであると主張していますが、そこには人工的に設置されたちょっとしたオブジェがあるだけで、何か特別なものがあるというわけではありません。しかし、諏訪湖は抽象的なものではなく実体としてそこに存在しているので、湖を眺めて日本のへそを実感することができるでしょう。そんな場所が日本のへそであると自治体が力を入れて宣伝すれば、日本のへそは諏訪湖ということで定着すると考えられます。現在でも諏訪湖は夜景が綺麗なことで有名であるなど、観光地となっています。そこに日本のへそ、日本の中心としての価値が加われば、諏訪湖の観光地としての魅力はさらに高まります。観光客を呼び込むにはアクセスも重要となりますが、新諏訪市は東京からあずさで2時間程度、名古屋からも信濃とあずさの乗り継ぎで2時間程度と、大都市から行きやすい立地となっています。インバウンド需要についても、東京から京都に行こうとする外国人観光客に、新諏訪市を経由してもらうという形で、恩恵を受けられるかもしれません。日本の中心として定着し、観光地として大いに賑わう10万都市諏訪市を想像すると、なんだかワクワクしてきますね。ぜひとも岡谷市、諏訪市、下諏訪町には合併を成し遂げ、今回の動画の内容を現実のものとしてもらいたいです。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。